いや、違う。ライジョンですので、今日もやっていくんですかね。今日はね、2級クロスやっていきたいと思います。でね、俺ね、クロスね、まあ皆さんご存知の通りね、使われるのね、めちゃくちゃ嫌いなんですよ。でもね、使うのはね、めちゃくちゃ楽しいということで、まあね、やっぱ楽しいことがね、一番なんでね、このゲーム。ということで、やっていきたいと思います。クロス、テン。さっきね、動画をね、撮って、実はね、これね、テイクもうね、3ぐらいなんですけど、あのね、クロスミラーになってね、6分引き分けがね、もうね、沼すぎた。正直もうお互い防衛クロスを置き合ってタワーに打ち合って結局折れないみたいな。もうね、そんなね、試合だったんだよ。ちょっとさすがに棒つっちゃったんですけど。オッケーオッケー。ネクロね、俺が待ってた、そういうの。はい、防衛クロス。これでもうネクロ縛いていって、一回リズムを作ります。はい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 。相手はポイズンですね。ネクロから飛ばしてるんで、もうこいつの一発ね、バカにならないんで。とりあえずこれで、ネクロポイズンですね。相手切ったのは。で、次の多分アーチャーにもポイズン打てないし、クロスにはね、ネクロが間に合わないということで、次ら辺で決めたいですね。アーチャーセパ。していき、あー、スケアイスピから入ってよかったかもな、ワンチャン。で、まあ、からの。オッケーオッケー。これこっち立っちゃって良さそうだな、普通に。はい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 。なるほどね。あー、ウォールブレイカーだ、出た。出ちゃってるよ、もう。これ必要か？あ、OK、OK、OK。OK、OK、OK、OK。まあ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 。まあ、俺、今ね、キングギド狙ったんですけど。まあまあまあ。ってか、めっちゃ入ってる。なんで？あ、メガナイトが飛んだから竹変わったんか、もしかして。そういうこと？もしかして。これメガナイト間に合わないと思うんで。で、これ、端前多分何かしらが来ると思うんで、はい。もう、処刑です。OK。OK! で、これ、ウォールブレイカー来る。あー、遅かった、スケが。ガーいててててててて。まあ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 。で、これで、ハイスピードね、持っていって、次はメガナイトがあったんなんで、端前してもしょうがないような気もするけど、正直、ユニット1枚切ったら行きたいっすね、相手が。この辺で被んねえかな、ユニット。チャキ。オッケー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 。で、クロスここら辺立てて、消すだね。で、ここら辺飛ばして、こいつはね、もうファイボとウッドで消えるので。いやー。やばい。それはあかん。それだけはあかん。やめろやめろあー、いけいけいけ、やめろやめろ。これね、もう、はい、切れました。もう、ブチ切れです。ボイクロス当てます。ボイクロス当てて、で、ガイもして、で、ウッド温存していき、あー、でもこれあれだなぁ。これ、来るなぁ、だよなぁ。これ、アイスピ当てると、うら、あっ切れたぁ。マジ切れそう。なるほどね。みんなが悩んでるのはこういう環境ってわけね。オッケー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 。でも俺はまだウォールブレイカー。じゃあファイスピ欲しくなっちゃうな。でもこういうの戦うとね。でもね、少ないんすよこういうのね。実はもっと少ない、もっと少ないはずなんだけどな。おかしいな、おかしいな、ちょっと。いやでも今のはちょっと下手でしたね、正直。2回目の攻めクロス感じが、おっ、マメマメ。マメマメっていう選手ね。誰やねんって思う人ね。今、中国のね、プロプレイヤーなんですよね。で、マメマメ。で、ずーっとね、上位に、中国の CRL で、上位にね、ずーっと居残り続けてるっていうね、すごいプレイヤーなんですけど、ゴレとかが得意なんですね。なんでね、ライドラゴレをめちゃくちゃずっと使ってたんですよ、この人は。なんで、多分ね、ゴレだと思うんですけどね。でもエリキを見る感じからするとワンチャンエリゴレかなっていう。出た。よいしょ。つら。めっちゃ黒いじゃん。まあ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 。まめまめって感じで。で、まあ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 。こういうね、相手には結構大きいのが入ってる相手にはね、端前 SP がね、結構刺さるんで。よいしょ。でこれだけでね、もう100何本持ってくんでね、結構でかい。3413から、はい、130ぐらいですね。知らんかったけど。はい。で、これスキラが来そうなタイミングで逆サイ立ててあげます。じゃあ、ちょっと。なるほどね。
で、こういう感じで。よいしょ。まあね、クロスは別にね、刺さんなくてもいいんで、こうやってペッカとかを引き出すと、あ、ペッカスキャラね、オッケーオッケーってなるんですよ。で、こういうね、やつを、これエレキとかどうせね、なんか1枚くるんで、こういう前にはアイスピーつけたって、ザップでも消されるし、エレキでも勝利されるんでね。で、こういうのにウッド打っていき、よいしょー。オッケー。で、次ですね、ここ。ここで、立てる。チャキッと。やってあげると、これダックプリぐらいしか、はい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 。知ってる知ってる。よいしょ。はい、うまい。ああ、うまいね、俺。うまいね、うまいね。オッケーオッケーオッケー。で、ここら辺で、ワンチャンアーチャー防衛のエレキ間に合うのかなぐらいが出てくるぐらい。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。クロス、で、テスラ延命して、チャキル。オッケー、いいよ。ポイズン。ポイズンだけじゃ足りないはずだから、テスラ2機目いきます。ここら辺多分ね。お、刺さってる刺さってる。いいよ。よいしょ。はい、竹リセさせません。はい。一本おります。ありがとう。結構うまかったくね、今の。結構うまかったと思うんだよね。そう、なんでね、あの1周目のね、ああいうベビドルとか見たら、クロス立てて、多分ペッカね、端前来ても2倍タイム入ってなかったら守れるんですよね。だから、アーチャーとかで落ち着いてね、そのクロスは延命しようとせずに、今みたいに落ち着いて、アーチャーとスケだけでね、後からね、処理してあげるとね、結構いいですよっていう感じですね。はい、グッドゲームと。コケーという感じでね、まあ。もう実質ね、実質これが1戦目みたいなとこあるんで。実質ね、実質。そうそう、こういうのが引きたかった、俺は。もう、カンコカーだ。カンコカー。とりあえずね、アーチャーセパーですね。テスラとファイボ以外に回していく感じかな。まあ、相手を見てね、先置きテスラをする人とかもいるんですけど、これは、ちょ、コウモリが危ないんでね。こっちで処理してあげて、はいはいはい。で、ホグコウモリってみると、だいたいクエイクだったりするんですよね。で、クエイクの場合マジ終わるんですよね。本当にね、マジ。切れそうっすね、本当に。まあ、ただ、ファイボとかだった場合に、結構、てか、アイゴリ切ってるんで、これいっちゃいます。これ、アイスピぐらい。マスキャラ来た時用にアイスピぐらいね。流しといて、うわぁ、めんど。やばいな、これ。いやー、まあ、って感じで。よいしょ、オッケー。で、次は、テスラがこっち側に立ってるんでね、こっち側に立てろっていうのを、焼き鳥にね、大昔に教わったんで。オッケー。風かな？お、来た。何その動き。延命しますよ。あー、この隙はいらなかった。ちょっとやばい。こいつ、エリ使いすぎたな。次に、多分、ホグコウモリぐらいが来ると思うんですか。決めがないと。オッケー。はい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 。テスラ最強。オッケーよ。オッケー。センキュー。でもって、ですね。クロス立てたら次、メガナイトが来るので、ここ防衛クロスでいいかな。たら面倒ですが、まあ、来なかったらいいでしょう。相手手札腐ってますね、これ。で、これ攻めると相手がね、やることあるんで。はい。ちゃんと防衛クロスからいきます。これだと、はい。呪文を切って、やることがなくなるんですね。なので、こういうのをね、スキアイスピとかで守ってあげて、OK。で、まあ。で、高めにテスラ。どんどんね、自陣を広げていきます。で、これ、インドル逆に切ったんで、これ多分ね、メガナイト来るんですけど、多分本気出せば防衛できます。ここがね、見せどころですね。飛ばします、ここに。あっ！なるほどね。でも2機目立てちゃうから、俺クラスになると。いらねえ、これ絶対いらんかったわ。ちょっと待って。ホグ来る。メガネとかこれ。ああ、なんだよ。いや、マジで、最悪だわ、本当に。遅いよ、ライキ君。
足元にテスラ置くやつ大体下手説あるからね。オッケーオッケー。ちょっと待って、これやばいかも。これがないと間に合う。間に合っちゃうとめんどくさいんですよね。キングギド、キングギド、よいしょー。あはー、なんでこれポイズン使ったので一回ボーイクロスからいきます。チャキで、これで相手はね、あれ同じことしようとしたのにってなるんで、こういうのね、5打っちゃいます。5削りバーン。ボーイクロスがあるとね、5削り全然できちゃうんで、こっちに来てもはいはいはい、やることナッシングですね。やることがナッシングなので、よいしょ、直していき、もう一個ボーイクロスさせちゃいます。チョキで立てていき、これですね、フォグが来るんで、はい、よいしょ、 OKOK、 これで5を削り、よいしょ、あと2発、3発か。もうクロスボウで世界作っていくんだよ俺。はい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 、いやそれ美味しいな、ウッド打ちやすい、めちゃくちゃ来ると思った。よいしょ、やばいやばい、待って待って待って、お前待て、お前待て、お前は待て、 OKOK、 ここにあったらさすがに5を、5をアイスピー、やべえ間に合わねえ、5アイス、5ウッド、5ウッドじゃんこれ。よしよし、オッケー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 、5打って間に合わないでしょ。オッケー、グッドゲーム。危ない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 、こげーという感じでね、これね、されたらすっげー腹立つんですよね。このクソイモって、このファイボだけみたいな、めっちゃ腹立つんですけど、まあ結構ね、1600ぐらいからね、いいファイボ削りができたんじゃないかなと思いますね。なんかね、ファイボ使う人とかね、よくね、タワー2000ぐらいからね、ファイボ圏内とか言うんですけど、26ホグ使う人とか、あ、まあクロスも多分ね、26ホグよりもイモりやすいんで、多分ね、もう2000は余裕でファイボ圏内ですね、多分。なんで、延長タイム入ったらね、2000入ってたらもう5圏内なんで、バシバシ今みたいに、ボーイクロス立ってから、ボーイクロスってか、ボーイ施設がね、テスラでもいいんですけど、何かしら残ってたらホグとか守れるんで、まあ、なんかね、施設が残ってる時に、ボーイクロスを立てて、ボーイ施設を立てて、5を削りという感じでね、結構いい感じだったんじゃないかなと思います。ということで、今日もやってったんですけど、ちょっとね、負けちゃったんですね、ウォールブレイカーに。ウォールブレイカー負けちゃったんですけど、こういうのがいるから、前俺が紹介したね、ナイトとファイスピのね、3.1 クロスでナイトにした人はそのね、メガナイト受けがあるで、ファイスピはやっぱそのコウモリとかがちょっと増えてるのと、あとあれですね、ウォールブレイカーに対して単体でね完封できるんでっていうのがあって、ファイスピになってると思いますね。まあウォールブレイカー自分が使ってる時にね、ウォールブレイカー相手が多いよっていう人はね、そっちの方にしてみてもいいかもしれませんね。まあただメガナイトはいるけどウォールブレイカーはいないっていう人とかは、アイゴレだけね、ナイトに変えてあげるとかね、まあそういう方も全然いるんで、そういうのね、やっていけばいいと思います。ということでね、今日はねで終わりたいと思います。またね、結構遅くなっちゃってね、あ、やば、もう1時じゃん、やば。なんですけど、まあ、この動画上がる頃にはね、1時半から2時ぐらい多分なっちゃってると思うんですけど、まあね、毎日動画やっていくんで、ね、もしね、少しでもいいねと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバイ。